g p k モデルジエチレングリコールはグリコールの一種であるジエチルグリコールとも呼ばれる2分子のエチレングリコールが脱水縮合した構造を持つ IUPAC 名でにニオキシジエタノール年長な無色液体で水などの極性溶媒に溶けやすい不凍液等に用いられる消防法に定める第4類危険物第3石油類に該当する エチレングリコールの反応を複製生物として得られる。ジエチレングリコールの2016年度日本国内生産量は66,309トン。工業消費量は12,060トンである。不法はポリエチレン樹脂の原料として用いられる。製品としては、不等液のほか、ブレーキ液、潤滑剤、インキ、タバコの添加物、織物の柔軟剤、コルクの加素剤、接着剤、紙、 包装材料、塗料などに使われる。また、陰化せず、有毒な蒸気を生じたり、皮膚吸収されないことから、一定の反応に際して、優秀な溶媒として用いられる。皮膚吸収されないという特性により、化粧品にも多く用いられる。この限りにおいて、つまり、飲用、食用として摂取しない限り、毒性は認められないとされる。 したがって化粧品の配合成分に関する規制である薬事法化粧品基準においてもジエチレングリコールは規制対象ではなかったが2008年同期準改正によって歯磨きには配合禁止となりグリセリンはジエチレングリコール0.1%以下のものしか使えないこととなった旧来の規制である薬事法化粧品種別許可基準においては 配合が禁止されているのはアイライナー化粧品のみであった。ジエチレングリコールには、経口摂取による肝も、中枢神経系、腎臓への毒性があり、死亡例では、ゲリやオートが続き、最終的には、腎不全に至り死亡するケースが多い。甘みを有するため、不当液の誤飲や、ワインなどに添加物として混入されて、中毒事件を引き起こす。エチレングリコールも、 同様の性質を有するが、ジエチレングリコールより強い急性毒性を持つ一方、環境中での半減期は短い。エリキシールスルファニルアミドハット、マークインデックス14スエド、3119、放棄情報経済産業省、生産動態と計年法科学工業と計編、ジエチレングリコール275機種ネット1、 ニにえたんオール264機種ネット2007年7月6日、毎日新聞2007年6月1日朝日新聞、FDA 文章、ありがとうございます。